岡田圭介です。さっきホリエモンの動画を見てて、手取り14万は日本が終わってるんじゃなくお前が終わってるみたいな動画を見たんですけど、僕もね全く金が稼ぐ能力ないんで、あーとか思いながら見てましたが、ニューヨークでそんな気持ちになるとは、何も変わっていない俺というわけなんですけど、今これが今 近所ですね。これね、今住んでるところの近所、今クイーンズというところにいまして、もうなんか韓国語が書いてあるな。まあこの動画はただ散歩してただ喋るだけのものです。はい、そうですね、なんとかねニューヨークで今5曲作ったんですけど、これは日本でレコーディングしてメイドインニューヨークみたいなアルバムが作れたらいいなとか思っております。ほらなんか壁のグラフィティがかっこいいですね。こっちのクイーンズに来て今定住やっと落ち着けて、でも結局駅と家の往復しかまだしてないので、今日はちょっとこのようにお散歩をしてみようと思いまして、この今住んでいる宿はですね、とあるピアニストの方にがとあるピアニストの方が、日本に行くので、家を開けるので、ちょうどまあ入れ替わりでその期間だけ僕が、まあ、住んでいいよってことになりまして、まあ一泊いくらかで、お金をね払って借りてますが、かなりやばい感じの相当安い価格で貸してもらいました。本当にありがとう。本当に助かりました。なんだかいい感じですね、ニューヨーク。マンハッタンとは違って高い建物がなくて、すごい落ち着いた閑静な住宅街って感じですね。ここもニューヨークですね。ニューヨークというとマンハッタンを思い浮かべますけど、高いビルがいっぱいあるのはマンハッタンです。クイーンズはこんな感じですね。住むにはすごくいいと思います。地下鉄でそのニューヨークの中心の方にすぐ行けるんで、こっちの方行っても何もなさそうだな。なんだあれ、なんか写真が、人の写真が、なんだろうこれ、ミグレーション、結構クイーンズにはいろんな人種がいて、本当に人種のるつぼって感じですね。本当にね話が下手でね申し訳ないんですけど、なんかあった。最近まだやっと宿が落ち着けたので、ね、その宿を探すことで手一杯だった日々があったんですけど、もうようやく落ち着ける場所が見つかって、今は初めて一人で今住んでまして、一番最初は3人で1個の家をシェアしてて、その後は友人の家を転々としてたんで、ですけど今一人になって、なんかこう曲作りとか練習とかって結構一人じゃないといいっていうか、人が聞いてるとなんか恥ずかしくて、練習とかは一人の時にやりたいんですけど、友達と一緒にいる時とかだからできなかったんですけど、まあでもその時は友達と話して楽しいんですけど、だから今一人で住んでるので、起きてから作った曲を練習して、新しい曲を作って、作った曲の手直しをして、
夜はライブに行くみたいな生活になっております。そうですね、本当にニューヨーク来たばっかりの時はマジで不安だったし心細かったし、もう初日からもうすぐに日本に帰りたいって思ったんですが、いや人間恐ろしいもんで慣れてしまい、慣れってすごいなやっぱりって感じで、今はもうなんか普通に、なんだろう、もうなんかニューヨークに何年も住んでるかのような気持ちで街を歩いています。いやー、なんか来ちゃえばね、どうにかなるもんですね。来週日本に帰ります。僕は全然有名じゃないしファンも全くいないんですが、いつもメッセージくれたりコメントくれたり僕のこと気にかけてくれる人はちらほらいて、本当にその人たちには感謝でございます。いやー、本当にその人たちのために、応援しててよかったなって、その人たちが思ってくれるように頑張んなきゃなと思っております。まあそんな感じですね。